まああのー、一つには岐阜の蔵がとても老朽化していたということでここで回収するには大きなお金がかかるし、まあ、それだけの、えー、投資をしてこう何て言うのかね効率よく回収できるのかっていうのは疑問だったということと、まあ、あとはその仕込み、まあ、設備は古いのもありますけども、えー、仕込みの時に、まあ、蒸し虫いを冷却する作業等が。 えー、だんだんこう毎年毎年あったかくなってきまして、えー、なかなかこうやりにくくなってきたというのが2つ目、はいお,まあ、お米は蒸したお米をお、まあ、90度以上あるお米を、えー、そのもろみタンクに投入するまでに、まあ、10度以下ぐらいに冷まさなきゃいけないんですけども、えーまあ、外気温以上には冷めないので。 外気温が高いと、そこでも冷却はストップしてしまうということ。で、それを防ぐために、まあ、あの、関東から。あっちの方の。ええー、小倉さんっていうのは、ある程度設備のある小倉さんは。ええー、氷機、大きな製氷機。なんかを導入して、まあ、一回に三百キロとか。ええ、二百キロとかいう氷、そういう単位で氷を投入される。こともあります。ま僕らの仕込みでいうと。まあ、何十キロ単位ではありますが。 まあそれでもあのそういうものを用意する手間とコストがかかってくるということです実感はあの十分ありましたねやっぱりあの特に暑い年に来たお米とかはあのまあちょっとなんうか非常に <laughs> やりにくいお米も来たことも何度かあります。うん えー、ここで使っているのは東川町で作った北雫と水星あと七つ星というお米です、えー、北雫に関してはもう4年前からやってますのでだいたい検討がついているのでまあ味の出方とかそういうものはだいたい予想通りな感じです、えー、まあ水星は今年初めて使ったので、えー、特徴を語れるほど <laughs> あの習熟してはいませんが まああのー、本州にいる時から北海道の酒米についてはいろんな倉本さんそれからいろんな当時さんといろいろお話をしてきたので水、まあ、星はこんなもんだろうなという大体の予測は立ってたんですけどまあまあやってみるとそれ以上にこうのが印象ですね水、うん、星に関してはねあのそもそもあの味が出にくいお米だというのはあのずっと聞いてたんですけどね。 いや本当に出ないんだなっていうやってみて思いましたね。だそれをその水性の味を引き出すのに今後どういったことをしていいのかっていうのはまた来期の課題です。あの北海道で指定品種になってますのでいわゆる例外に強いタイプであると思います。えー、農家さんとはまあ基本的なところはお話をします。あのまあ肥料は少なめにであるとか。 あの割と青がりした方がいいとか一般的な酒米の常識的なことはお話はしますけどまあ最終的にあのね作業されるのは農家さんなので餅は餅屋ですからあの僕らがどうのこうの言うよりも農家さんがやられてまあ間違いないものを今年もいただきましたのでまあそれをどうやって僕たちがお酒にするかというのが話なので。農家に特に特 低タンパクにしてくれとかなんだかんだはあ言わないですね。はい。ええー、まあ五六年前、五年前六年前に、えー、メキシコへ行ってその新しい蔵の立ち上げをちょっと手伝わせていただいたんですね。でまあ最初の年で、えー、そのメキシコ人とお酒を作るとまあ技術を 教えるということをやったんですけど2年1年2回でねでその時にできたお酒っていうのは非常に評判が良くてえー、で水はねものすごい違うんですよ、えー、岐阜のお水岐阜の蔵の水は高度8という超軟水なんですよねでおそらく広島あたりは30とかそれでも超軟水なんですよやっぱり。 硬いのでも灘あたりで120というのが大体日本で一番硬いクラスのお水でメキシコのお水は230ありましてですねスーパーパ硬いんですよあのだから、まあ、コントレックスという飲み物があります水がねあれがそのぐらいの高度ですねであれ飲むとなんかこの辺がちょっと意外がっとするというかそんなお水で お酒を作れれと言われまして、まあ、それでもなんとなくねこう道桜テイストみたいなものができてで東京でもこうお披露目をやったんですけどまあ各各というか日本酒業界の自由賃がだらっときましてすすんごい評判良かったんですよねこれだったらもう日本国内だったらどこでもできるよねっていう気になりましてそれでちょっと移動しようかなと。でまああのお水 っていうのは確かに非常に重要な要素ではあるんですが、えー、それは十分条件であって必要条件でりゃい,、ねはい、いいよねっていうあったら楽だよねっていう条件なので,で日本全国いろんなところでいろんな方があの条件の悪いとこでもいいお酒作ってらっしゃる方がたくさんいますから、まあ、それはあとはやる気と技術かなという気はします。 東川町というのはまああの役場の,あの反応速度が速いということとそれからまあ農協の方の反応速度も速いということで話がすごくスムースに進むんですねこんなことを考えてるんだけどどうしようかっていうとそれに対してこの答えが速いというのが一つですね。あとはやっぱり ここあの米作米作地帯なんですけどこれだけの広さの田んぼが町内全域にあってそこに全部こう水争いもなく水を張れるっていうのはすごいことですよねそれだけ水量が豊かであるとまあ米と水があればまああとは酒なので、えー、まあその辺でちょうどうまくいくかなという感じです。 東川町の方々の反応は大変ありがたいことに大変いいです。でそもそも北海道の方って結構郷土愛が強い方が多いので、えー、その辺も非常にこうプラスになっているかなと。うん、で期待はやっぱりすごいですねあの、まあ、農協米作ってる方たちとか、まあ、役場の方たちとかそれから一般のこう消費者の方たちの期待度の高さっていうのはもう本当にすごいです。 北海道自体も多分温暖化はしてると思うんですよあのそもそも北海道って米作の的地がなかったところが今米作の、ね、全国2位の産地になっているわけですからだからこれがあとまあ100年続くのかその気候変動のスパンがどのくらいかっていう話ですけども、まあ、ここ僕は少なくとも僕は生きている間それから次の代ぐらいまでは北海道の気候ってそこまであったくならないと思うので。 まあ、しばらくは持つかなとでこれから、まあ、作付けも増えてきますしで今あの山田錦という、まあ、兵庫県とか本州のお酒造公的米ですけれどもそれを北海道で、えー、生産しようプロジェクトっていうのが今も五5年目になってましてでそこでまあ,あのこの間もお話を聞きましたけど植物の適,適応力のすごさっていうのをね えー、教えていたただきましたで山田錦っていうのはもうそもそもあのすごい晩成奥手奥手の米なんですねだから本州でも10月の10日ぐらいじゃないとり入れにならない品種で、えー、それは岐阜の中津川で私も作ったことありますけどもやっぱり山間地ではできないある程度こう日照時間の確保されたところしかできない品種なんですね。 でそれを北海道に持ってきて、えー、毎年毎年作ってる方がいらっしゃってもちろんその酒造公的毎年の認定は取れませんがその作って最初本当にちょっとしかでできないでしょ <laughs> あのほとんどがあのもみが入らないなんだけどその入ったもみのやつを次の年に作ってっていうのを今5年間やってらっしゃって。 で来年はそのもうちょっと作付けを大きくして、えー、北海道全域の倉本さんに、えー、試験醸造を依頼するという格好まで今来てるらしいですけどもそうすると本州の山田錦とは違って竹がだんだん低くなってくるというんですね。あの缶がだんだん短くなってきて缶がだんだん太くなってきてっていうそういう変化はその植物自体が適応していってで,できてくるらしいと。 で、それの D. N. A. 鑑定をすると、間違いなく山田意識なんですよ。同じ D. N. A. なんだけれども、そういう形状の変化っていうのは。やっぱり植物は自分でやってると。いうことですごいなという、お話はこの間伺いましたね。うん、そういう面で言っても、まあ。その何年かやっていれば、その土地に適応した。ものが出てくるんでしょうねっていう。感じはありますし。まあ、ここ、あと、まあ、ね、百年単位とか。 そういうスパンでいけばそんなに変わることはないのかなと北海道自体はね、うん。まあ北海道でもね今いろんな農作物本州でしかできなかった農作物が今いっぱいできてますから全体にはたくなってるんだとは思います。アドバイスをするほどの偉いものじゃないですけどあのまあやっぱりその。 今本州の特に半分向こうの半分っていうのはその豪雨があったり台風があったりいろいろ大変ではあると思いますがただ酒蔵ってそうそうね簡単にこう動けるものでもないしだからもうそこの場所に適応してやっていくしかしょうがないのでえ例えばその大規模な設備を導入できない蔵っていうのはどんどんもう閉めていくでしょう。 で、占めていって、その占めた酒蔵の免許を誰かが、まあ。企業買収という形で購入されて、他のかところでやるっていうことも増えていくでしょうし。まあ、そうなった場合、北海道っていうのは。非常にいい、一つの選択肢であるとは思いますね。うん、まあ、気候がいいというのと、えー、そもそも人口に対しての蔵数が少ない。で、北海道全体で消費される、いわゆる日本酒の。 同、えー、産種、うんまあ、北海道産のお酒の割合って今2割ないんですよ。ということは8割は本州から日本酒が入ってきて皆さんそれをたしなんでおられるということでその,2割,の2割まで届くまた2割5分にするというだけでもうおそらく全蔵が総動員でやっても間に合わないと思うんですよね。ままだまだこう 地元からお酒の消費っていうのはあの伸びていくはずなのでその8割入ってきてるやつをね7割にする6割にするっていったらものすごい数になると思いますね。育成というところで言うと今あの上川大雪酒造さんがあ、まあ、学校と提携してね、えー、今年からあ去年から帯広畜産大学で、えー、蔵を作ってます。 今年は函館でも作られるし来年はおそらく北見工大とかで提携してやられると思うんでそういうところで道内でその酒造業に携わる人員を育成していくっていうのはすばらしい試みをしてらっしゃるなと僕は思ってますけどね、まあ。公設民営っていうのは非常にハードルの高い作業ですんで。 えー、それができるというのはあまりあんまり想像はできないですね。ただその自費でね、国からの補助金などを活用して企業単体として出てくるというのは十分ありだと思いますね。で北海道これだけ大きなところで蔵が15しかないんですよね。だからもっとその地場地場にこう密着した酒蔵さん その規模は大きくなくていいのであのうちぐらい小さい規模でもいいですからそれがたくさん増えていくとなかなか面白いことになるとは思いますね。まあ、あの移転の決断ということについてはあのうちはたまたまそ,の、ね、そんなに大きい規模でもなく、えーまあ、借金だけはあるけど、えー、機会もそんなになく。 移りやすい規模であったとということはありますで他の酒蔵さんねあの悩んでる方たくさんいらっしゃるんですやっぱり設備の問題、えー、等々まあだからそれは地元でね悩んでるんだったらいっそのこと引っ越しちゃえばみたいなあの気持ちはありますけどそう経験とできるものでもないのでまあ 頑張って、ね、としか言い,ようがない。<laughs> どうしてもほらね酒蔵って本当に地域と密着してるものなのでその地域でね、まあ、うちなんか百何十年しかないけどやっぱり200年300年400年そこでやってらっしゃる方っていうのはなかなかそのもういろんなつながりもあるしまあ軽々しく動こうとかはあまり思えないんじゃないかな。 思ってほしいですけどね。